今回は大学院に進学するにあたって現状どの程度の数学書を読んできたのかをまとめたで、大学院の授業で何をやるのか、何が前提知識なのか正直言う分かっとらんから、もしかしたら知識量が圧倒的に足りひんかもしれん。まあそうなったら無限数学編が始まるだけやな。というわけでいざ本編へ。まずは線形代数。東大出版の斉藤先生の本を読んだで、一応この本の各章で書かれとる内容も大まかに記載したから参考にしてな。一応この本に書かれとることは結構完璧にしたつもりや。少なくとも証明や説明でわからない箇所はないし、定理の証明とかもそれなりに自力で構築できると思うで。次は微積分やな。さっきと同じく東大出版の杉浦先生の本やな。解析入門にも一応は持っているんやが、そっちは買った範囲ものの全く読んでないで。内容としては多様体、ベクトル解析、複素解析とかやったと思う。この本も載っている証明や説明でわからないところはほとんどないで。ただ証明を自力で構築できるかといったらうなずけへん。最初ら辺は余裕なんやが、化石分性あたりの証明は読むのがやっとや。次は集合と位相やな。この分野は内田先生の本を用いたで、8章まではゾルンの補題だとか、ウリゾーンの補題だとか、チコノフの定理なんかの明らかにエグい証明を除いたら、ある程度は自力で証明は構築できるほど完璧にしたで。一方9章は流し読みだけやな。同程度連続性だとか、アスコリ・アルチェラの定理なんかが9章の範囲なんやが、主張の内容くらいしか頭には入っとらんな。続いて複素解析。これは世界的な名著であるアール・フォルスを用いとるで、一応これを読む前にもっと簡単な本で複素積分あたりは完璧にしとったで。でもまあそんな事前準備も虚しく、この本は読むのがやっとな状態や。3章までは何不自由なく読めたんやが、4章でもう撃沈や。5章後半からは全く手をつけとらん。まあでも因子でも複素積分は出るし、粒数定理を使ったりするだけなら多分余裕や。続いて代数。うちは解析系の人間で、代数を勉強し始めたのは因子が終わってからやんや。せやから全然進んどらん。1章は何不自由なく読めたんやが、2章の段階で体が受け付けんくなってきた。3章からハモーム、代数なんか嫌いや。続いて多様体。これも代数に続いて因子が終わってから勉強を始めたで、1章は復習やから A として、2章と3章は余裕で読めたで。でも4章から怪しくなって、5章からは手をつけとらん。幾何学も苦手や。なんで変な空間上で微分子にかかるんや。続いて微分方程式やな。微分方程式は解き方だけは別の問題集でやっていたんやが、因子が終わってからこの本を読み始めたという感じやな。3章までは何不自由なく読めたんやが、4章から雲行きが怪しくなって、5章は未開の地や。あと1章に出てきた解の一位性とかなんかは厳密な定理の証明はノータッチやな。あくまで概念だけ理解した感じやな。続いて実解析学やな。これは伊藤先生の名著を用いて勉強したで、3章までは余裕で読み進められたで。それ以降は各章の後半のセクションずつ以外は証明も構築できる程度には完璧やで。例えば4章の後半はルベーグスチルチェス積分で、5章の最後は位相的外速度となっとるで。続いて関数解析やな。この本は正直書かれとることが多すぎて買うのは早すぎたと後になってから感じたで、一応4章までは大学で習う相応のものだけ抜き出して証明まで自力でできる程度にしたで。例えばソボレフ空間なんかは飛ばしたで。そして5章と8章は証明を読むのがやっとやった。定理の内容とかはしっかり頭に入れたで、飛ばした残りの6章と7章と9章以降は一切触っとらん。最後は確率論やな。これは船木先生の本を用いたで、一応一通りは読んでわからないところはあんまりないかな。ただ6章と7章は連続時間の議論が雑やから、そこはあまり深くは読んでないで。まあでも
何か聞かれたらすぐに返せる程度には習得できてると思うで。そういうわけで、大体これで紹介が終わったで。この習得状況で大学院はどれくらい通用するんやろか。めっちゃ怖いな。まあいいや。そんじゃ今回はこれくらいで。おおきに。